ノービス知見録。はい、どうも皆さん、こんにちは、富山です。よろしくお願いします。今日は、ね、大変すごい数の方に集まっていただいて、非常になんていうかちょっと気合が入ってるんですけど、で、早速話を始めたいと思うんですが、今回はローカルな経済圏が一番やられてるんですね。観光業であるとか、飲食であるとか、宿泊であるとか、あとはですね、医療介護もそういう意味で言うと、当初なんて今大変な思いをしてるわけです。で、その次に今グローバル、だから製造業とか IT 産業、これはいいところと悪いところに分かれていて、でこれ悪い展開だと、次にこれが金融に行くともっと深刻に、今度は金融が傷んじゃうと経済の血液を、お金っていう血液を回せなくなっちゃうんで、ここからまたこっちへ逆に戻っちゃうんだけど、ここは実は今回国が全部世界中肩代わりしてても N ネーションですね、国の方に飛んでいってます。ですから、皆さんご案内に、もともと日本は借金すげえあるんですけど、国のこれがまた、今激増しているという、そういう状況です。それでこの、30年ぐらいかな、10年おきに100年に1回の危機がやってきたと大騒ぎをしているのが、実は今の世界の経済の状況です。で、多分どうかな、日本のバブル経済を変えたら結構な実は危機だったんで、リーマンショックの時と日本のバブル崩壊、実はね、空いた穴は同じぐらいなんです、経済的な単位でいうと。で、その、ちょっと後にアジア通貨危機があって、この時韓国は国として破産をしています。それからアメリカで IT バブルの崩壊があって、で2008年、9年にリーマンショック欧州債務危機、グローバルフィナンシャルクライシスがありました。で実は日本はこの後2011年に、今度は天然災害ですね、東日本大震災と、これやや人災なんだけど、原子力発電所の福島の事故がありました。でここでしばらく静かだったら、たとこに2020年に、コロナ禍がやってくるんですけど、要はこういうブラックスワン的な破壊的な危機っていうのは、実は非常に頻発しやすい、今歴史的、状況に入ってきてます。これはいろんな理由があると思うんですけど、一つはそのやっぱりグローバル化がものすごく加速度的に進んだことによって、いろんな危機が伝播しやすくなってですね、世界ちっちゃくなってるんで、この、パンデミックなんかその典型なんですけど、そういうことが起きやすくなって、でいろんな金融機関もすぐ世界に伝播するわけですね。このリーマンショックというのは、もともとアメリカ その、田舎の低速所得層向けの住宅ローンバブルなので、本来すごくドメスティックなものだった、ローカルなものだったんですけど、それが世界に伝播しちゃったということになるので、要はそういうことが起きやすいと。で、加えて今、米中の問題含めて地政学的にも非常に不安定になってきてますから、ひょっとすると、大きな覇権国同士が、例えばあれですね、今、ホットワーってあんまりないと思うんで、例えばサイバー上で本気で戦争を始めちゃうと、サイバーワーによって世界中の、コンピューターが停止する、でそこから金融危機が起きるということもありうるんで、いやそういうことが起きやすい状況にあると思っていてください。で、じゃあそのブラックスワンとブラックスワンの間が平和かっていうと、これまた今度は破壊的と破壊的の間に破壊的イノベーションがずっと進んできたのがこの30年間です。でもこれはもう背景ははっきりしていて、グローバリゼーション、それからデジタル革命、この2つです。で、この2つが合わさると破壊的イノベーションがいろんな産業で起きて、でそれが既存の産業の構造をガラッと変える、あるいはゲームをガラッと変える、ある産業がなくなっちゃうっていう、そういったことがあちこちで起きてきたのがこの30年間です。ですから、このある種平時においては、今度破壊的イノベーションという経営的有事と叩かなきゃいけないというのが現代の経営です。でその結果として、日本は残念ながらこのゲームには、このこういう段階に入った世界の経済にはなかなかついていけなくて、今から約30年近く前に、これは売上高ランキングで3分の1日本の会社がいたんだけども、今はもう1割しかいません。デジタル革命っていうのは、実はもう80年代に始まったんですね。この時にコンピューターがまずガラッと産業が変わりました。それまでは IBM っていうのが圧倒的な企業で、で要は IBM っていうのは垂直統合で全部自前でやる。ソフトウェアもハードウェアも作る。最終製品も部品も作る。ですから IBM っていうのはもうずっと長年にわたって世界最大の半導体メーカーでもありました。で、これが80年代の終わり頃に実は倒産の淵に追い込まれます。じゃあ IBM を追い込んだのは IBM の当時のライバルだったユニシス、あるいは日本の日立や三菱電機や東芝かっていうと、それはそうではなくて、彼らを追い込んだのはマイクロソフトとインテルです。で、マイクロソフト、インテルは要するにベンチャーですよね。だからこういうもうほぼ想像できないような変化を起こしちゃうのが、だから DX の本当の怖さですね。破壊的イノベーションの本当の怖さです。ですからゲーム内競争じゃなくてゲーム自体が変わっちゃう。
ですから、まあ、分かりやすい例で言っちゃうと、プロスポーツで言っちゃったら、プロ野球全体がもうお客さん入んなくなっちゃって、プロサッカーに変わっちゃうような、席巻されちゃうような、まあ、そういう変化なんですよ。で、そうすると当たり前なんだけど、ね、プロ野球ずっとやってきたチーム、あるいはプロ野球のマネジメントやってきたチーム、会社、あるいはプロのコーチとか監督、なかなかプロサッカーに転業できないですよね。だって種目違うから。だから実はこれが起きてきたというのが、この、まあ、30年間の変化です。それからもう一つ。今の、その、どん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 デジタル革命が、まあ、かぶさっているところ、サイバー化が進むわけです。で、このサイバー空間とフィジカル空間の両方にお客様がいます。ですから我々もサイバー空間で、例えばネットの、映画を見ているときはこっち側ですよね。でも映画館で見るときはこっち側にいるわけです。あるいはそのテレビを買うときはこっち側にテレビを買うわけですよね。それで今この瞬間、巣ごもり需要でテレビは売れてます。おかげさまで。私もパナソニックの社会人だったんですけど、テレビ売れてます。売れてるんだけど、実はあんまり儲かるようになってない。要するに単価が、普通売れるとね、値段が上がってくるんですけど、これは大きい。で、残念ながら相変わらず安いテレビがよく売れるんですね。で、じゃあなぜそうなっちゃってるかっていうと、結局今のテレビの買い替えの多くは、お客さんが要は Netflix とか Amazon プライムを見るようになって、で、その手段として、まあ、この際ちょっとね、ディスプレイを買い替えようかってことでテレビを買い替えてます。ですから、やっぱりお金の使う優先順位は鬼滅の刃じゃないけど、ああいうコンテンツにみんなお金を払うわけね。で、その優先順位の2番目、3番目にやっと、ハードウェアとしてのテレビが来るわけです。だから、数は売れるけど、単価伸びない。だから、ある意味で、このサイバー空間に今お客さんが本当に お客さんのメインはいるので、したがってこのレイヤーにネットフリとかアマゾンプライムがいますから、ここで一番お金がいっちゃうんです。で、テレビこの辺にいますけど、まあ、この辺にはちょっとまあその次、それでも残ったお金でテレビ買おうかなっていうことになるので、まあ、当然しんどくなる。で、これはまあいろんな産業でこういった、だからもともと電気業界ってのはこう三角形でね、一番上に大手の電気メーカーいて、一次下請け、二次下請け、三次下請け。自動車もそうですよね。電気テックもそうでした。これがどん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 こういうレイヤー構造に変わってきてるわけで。そうすると、こういう、だからまあピラミッドからこれね、ミルフィーユみたいな。あるいはリアル系の方が今でもちゃんとした収益を持ってる会社も、まあ産業もあるし、逆にこっち側全部取っていっちゃう。だから音楽なんかこっちですね。音楽とかゲームはだんだんこっちになってますけど、例えば、似て非なるので、ウーバーとかあるいはエクスペディアとかって、ああいうネット上でその媒介をするようなビジネスモデルってあるでしょ。で、実はモデルっていうのは、ネットフリックとは違っていて、本当のコンテンツは彼ら持ってないんですね。媒介屋さんなんです。ウーバーにしても、エクスペディアにしても。で、要は実際のリアルな価値っていうのは、お客さんがフィジカルな、まあ、地上線で、実際にどっかに泊まりに行く、ものを食べるっていうことで展開したら、実際に、まあですね、ウーバーの車でどっか A 地点から B 地点に移動するっていう。これはもうフィジカルなんで、だから地上線なんです。で、こういったタイプの業種ってのは、実はこのサイバー空間のプレイヤーと、実は共存型になっているんです。むしろ彼らがこっちを強くする場合もあって、で、例えばなんですけど、今、レストランとか、あるいは外食産業とか、あるいは宿泊施設というのは、チェーン化が実はスローダウンをしています。なぜスローダウンしちゃうかというと、特にまあ宿泊なんか顕著なんですけど、今から20年以上前で、例えば日本で大きな大規模な、ね、ホテルの再建、例えばシーガイアみたいな、ああいうのを再建しようと思うとね、まあ、ホテルでかすぎるんで、国内のお客さんだけで埋まらないんですよね。当然インバウンドを期待するわけです。宮崎だったらね、やっぱり冬あったかいんで、例えば韓国とか中国のゴルフ好きな人に来てもらって、あそこでゴルフしてもらうみたいなと考えられますね。で、その時に海外から集客しようとしたときに、当時であればシェラトンとかマリオットに入らないと集客無理でした。サイバー空間で直接予約って入らなかったんで。とか今は結構ちっちゃな家族経営のホテルでもすごく特徴のある素敵な宿であれば、これはああいうあれですね、ネットの情報、典型的なトリップアドバイザーとかで誰かインフルエンサーが4つか5つ丸つけてくれれば直接予約入るようになります。だからああいうチェーンに入って高い、こうあれ結構払わされるんですよね、ピンハネで加盟料。そういうのを搾取されなくても直接お客さんを呼んでこれるようになったんで、そういった意味で実はこのリアル系のビジネスとこのフィジカルサイバー系っていうのは実は共存共栄的な構造を作れるようになっている。
ですから、これから経営を考えるときに、このさっきのこのスピード感ですね、飽きたなと思ったらかなり迅速にものを決めろということと同時に、どう来ているのかと。で、従来であれば同じ業種で相手を、ね、だから気にして、巨人は阪神を気にしてればいいし、ね、そういう話だったんです。あるいはソフトバンクを気にしてればいいんだけど、結局、今の時代というのは全然違うタイプの業種によって自分たちがすごく儲かんないことにされちゃう。だからさっきのあれですよね、ネットフリックスのケース、ネットフリックスとパナソニックのテレビの関係なんかそうなんですけど、そういうことが起きるわけです。したがってこの立体認識、だから地上っていうのはまあせいぜいがあれですよね、陸と海ですよね。で、日本型のモデルっていうのはまあ製造業が陸軍みたいなもんで、でそれを商社が海軍としてね、材料に言うと輸出を頑張った。だからそれを金融面で銀行を支えるっていうモデルだったんだけど、要はそこに突然ガーファみたいな空中戦の人が現れますから、まあ、楽天なんかもそうですよね。でそういった会社が登場するので、要はこういう立体認識を持ってないと正しい競争戦略というのかな、あるいはどこがこの中でどこに自分がポジショニングすれば収益を上げられるのか、だからここが儲からなくなったらこっち行くこっち行くかですよね、ってことを考えなきゃいけないっていうのが、まあ、今の経営者の、まあ、また今度新しいミッションになります。ってなわけで、今 DX という言葉が一つのバズワードになってますけど、まあ、大体実際 DX で語られたのはほとんど昔の IT 化の言い換えなんで、まあ、あれはまあとにかく、まあ、いいですね、ハンコはなくしゃいい、なくしたのに、まあ、やればいいんです、ハンコなくすの、やればいいんだけど、あるいはファックスからメールに切り替えるやればいいんだけど、問題は今までのこの30年間、におけるデジタルの歴史を見ると、一番継承って大事なのはそれが産業的な大変を起こすかどうかなんです。で、自分の周りの産業、自分自身がいる産業でどういうことが今起きつつあるのか、起きそうなのかってことを、まあ、把握することが一番大事です。で、これがもう産業変容のレベルでいっちゃうとすれば、相当それに対して自分自身が変容していかないと、要するに野球なくなっちゃうわけだから、野球なくなっていっちゃうときに、例えば野球選手だけで対応しようとこれ対応できないでしょ、ね、いくらやっぱり練習したってこれサッカーはサッカーの競争してるわけだから、結局グローバル競争の場合は欧州チャンピオンズリーグで勝たなきゃいけないんですよ。だから野球選手の大谷翔平でも、あるいは、ね、ジャイアンツの坂本でも、みんな運動神経いいからそれはサッカーやらすごい上手くなるんだけど、だけど問題は戦う場所にはメッシやロナウドがいるわけだから、まあ、勝負にならないですよね。で、実はこの この30年間電機メーカーもいろんなことやってきたんです。だから日本の伝統的な通信会社なんかも e コマースとかいっぱいやってきてるわけで、これほぼ全部ダメだったんですね。で、なぜダメかというと、野球選手をなんとかこうちょっと練習してサッカーやろうとしてきたっていうのはこの30年間の歴史です。ですので、もうそれで対応できなくなってるとすれば、要は会社の形そのもの、これは構成も含めてなんだけど、会社の入れ物と中身ですね、この両方をかなり本気で転換する、改造するってことをやっていかないと、この産業大変容の波がやってきちゃうと本当に殲滅されちゃいますよということです。このイノベーションだグローバル化っていうと、もうみんな思い浮かべるのはこのグローバル型の競争やってるね、製造業とか、まあ、大きなメガIT 産業をイメージするわけですよね。で、東京一極集中ではもうほとんどの人は東京都市圏がね、このぐらいの圧倒的な経済だと思ってるんですけど、実は日本の現地の姿は逆で、グローバル型の産業は全体の GDP で3割しかも作る、もうむしろこれ減ってきています。で、ローカル型の地域密着型産業は7割を作って、7割の、まあ、生産をしています。それから都市圏、実は3割ぐらいでこれ伸びていません。実は東京都道府県別の成長率というのは東京はずっとねワースト10になって、でむしろ伸び率が高いのは地方圏、茨城県とか山形県だったりして、で、皆さん今回のコロナ禍で気がついたと思うんだけど、結局東京で普通の平均的なサラリーマン、年収500万ぐらいの人っていうのは、まあ大体通勤時間1時間半ぐらいかかるんですね、家を持とうと思ったら。往復3時間満員電車、生産してないわけですよ。1時24時間あって、そのうちの3時間を全く生産しなくて疲れるだけに使ってて、生産性上がるわけないでしょ。だからもう東京は過剰集積で生産性が上がらない場所になってる。で、GDP っていうのは付加価値の総量です。それを、ですから、で、生産性というのは付加価値を投入、まあだから労働力だったら時間で割ってるんです。だからそのうちだから2時間も3時間も生産しないんだから、それは GDP 増えないでしょ、どう考えても。
まあ、そういうことが起きています。ですから、実はこの後考え、皆さんが経営にかかっていくときに、このローカル産業、ローカル型のビジネス、それから東京都市圏以外の経済、ここが実はものすごく大きい割合で、勤労者で言っちゃったら8割がこっちなんですね。だからここの労働生産性を上げて、この所得水準を上げていかないと日本の経済は成長しません。で、じゃあそこでどうして、この、まあ、何が大事かってことなんですけど、要はこのローカルビジネスってね、極めてリアルなんですよ。ね、だって地上戦もいいとこだから。基本的に地上戦側にあるビジネスになって。で、今大体デジタル革命の新しいフェーズの中心は、どん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 バーチャルカジュアルからリアルシリアスに移ってきています。医療しかり、自動運転しかりですよね。自動運転も、自動車を作るっていうのはグローバル産業なんだけど、実際の、モビリティサービスはローカルですからね、これ。なので、実はそういった意味でローカルにチャンスが来ているし、これはだから二重の意味でね、これからローカルの方が大きくなるということに加えて、多分コロナでまたさらに大きくなりますよね。むしろ東京か、リモートがどんどん普及するので。でそれに加えて、この領域でこれからデジタルの新しいイノベーションで生産されるチャンスがあるんです。ただ、もともとの、そのね、集団的オペレーションエクセレンス、一般社会に戻るわけ、野球に戻るわけではないので、したがって、これをこういう新しい、まあ、野球とサッカーが混ざり合ったような、まあ、わかんないけど、ラグビーかな、わかんないけど、そういったことをやっていくときに、結局、既存の極めて同質的で固定的なタイプの組織の能力、構造を変えていかなきゃいけないということが大事。で、ここでいわゆる領域の経営の話になるんですけども、だからこれも一種の領域ですよね。既存の事業というものを集団的オペレーションで磨いていくという話と、破壊的イノベーションを取り込む。で、実はこの2つのことをやれというのが、この領域の経営という本で、で、これをちゃんとできれば、イノベーションディレンマという本で、まあ、20年前に、去年亡くなったクリステン先生が言われた、要は、もう宿命的に古い大きな覇者は新しいイノベーターに倒されるというのは、そうでもないぞと、まあ、いうのがこの本なんですけど、で、要は実際の実例として生き残った会社あるじゃんと。銀塩フィルムの世界でもむしろ日本の会社が生き残ったじゃんっていうのは、まあ、このオライリーっていうのは、これは私の長年の親友なんですけど、オライリー教授が書いた本を、まあ、一昨年頑張ってこう、日本版出したら、まあ、今大変ヒットしてるんですが、で、ここのポイントはですね、皆さん、こうね、イノベーション挑戦だと。だから、例えばこれはローカル企業をね、例えば、なんか我々地方でバス会社やってますけど、バス会社、地方のバス会社がね、自分でイノベーションやらなきゃいけないのかよと。こんなん無理じゃんというふうになりがちなんですよ。ところが、さにあらずで、実際は、そんなね、自分で自前で発明したイノベーションってあんまりないんですよ、なんか。要は、このイノベーションというのは技術革新っていうふうに訳したやつがいいのね、日本ってね。で、技術革新ってね、むしろインベンションに近いんですよ。自分でなんかない、世の中にないものをね、発明、発見して提供するのはイノベーション。これ、大間違いです。これ、全くの間違い。全くの誤訳。もともとシュンペーターって人がこの言葉をすごく普及させたんですけど、彼は新結合という意味で使っていて、既存の A と既存の B を掛け算する新しい B、C になるじゃんと。で、世界を変えてきたような大きな変化、実はこのメカニズムで生まれてるんだっていうのが彼のイノベーション。で、多分それは正しいです。で、この本でも、だから、その、新しい、ね、破壊的なイノベーションを、果実を取り込むのを探索って呼んでるんです。自分で作んなくていいよと、世の中にあるやつパクってこいやって言ってるわけです。で、これはいくらでもできるでしょうっていうのは、まあ、個別って具体的な事例はまた本読んでおいてもらえばわかりますけど、実はガーパだってほとんどが探索型です。自前発明ないです。で、要は、だから、もしくは探索をちゃんとやっていく。で、問題はこの探索が得意な人と、このオペレーションエクセレンスをコツコツやっていくのが得意な人っていうのはタイプが違う。だけど、この両方、こっちが野球選手、こっちがサッカー選手かもしれないね。野球選手、野球の、ね、試合の進め方っていうのは、一球一球インターバルがあって、キャッチャーがサイン出して、ベンチから、ね、打者に打てとか待てとか、サインが出るわけでしょ。だから、一時期指示を仰いで、まあ、ある種、ゆっくりゲームがする。サッカーそれできないですよね。決定的瞬間にパス出すか、シュート蹴るか、それで試合決まっちゃう。ワールドカップのチャンピオン決まるわけでしょ。ということは、前線にいる選手が相当な裁量権を持ってバシッとものを決めるっていうことになるわけですよ。当然、だからその人に要求される能力違いますよね。だ当然違うってことはタイプも違います。多分、だから価値観なんかも違ったり、文化的に違ったりする。で、これを上手に両方止めなきゃいけない。だから同質は敵なんですよ、ね。同質性に過度に、まあ、偏るそのタイプの組織はこれが得意じゃありません。
大体こっちで勝てるね。なので、だけど、これがちゃんと稼いでないと、こっちにね、お金使えないでしょ。やっぱり探索にはお金がいります。で、実はアメリカもだからすごく被れ、買ったんですね、この30年間。だからアメリカはもう、だから丸ごとあれですね、産業が入れ替わっちゃった。で、ヨーロッパは産業を入れ替えるというよりは会社が相当中身を変えて、生き残ってきたのがヨーロッパなんですけど、結局どちらにしても相当本格的な変容をしなきゃいけないということです。で、まあ、要は多くの日本企業、これはまあ実は製造業もそうだと思うんですけども、製造業にせよ、ローカルリアル型のサービス産業、まあ、多くのローカル産業にしてもですね、この改良型イノベーション力、これは同質的連続的組織特性、だから割と従来的日本的経営が相性がいいんです。に加えてこの破壊的イノベーション、こっちはもう圧倒的に多様性、流動性大事ですね。この両方の組織能力を内包している、まさに両機ですよね。やはりハイブリッド型組織能力と言ってもいいです。こういった会社に CX していかないとダメでしょということです。これがコーポレートトランスフォーメーションのより具体論です。で、その、まあ、実際の項目で言っちゃうと、まあ、だからトランスフォーメーションプロセス、これ憲法改正、憲法大改正みたいな話です。ですから、なんだ、武家諸法度から大日本帝国憲法、大日本憲法から日本国憲法、だからそういう話です。で、人事組織管理、組織運構造と運営、事業戦略、それから、まあ、ビジネスモデルですね、それから財務経営、公募とかもこう並べていくとですね、旧憲法、昭和のモデル、人事組織管理、同質性、閉鎖性、固定性、新陳代謝サイクルはだって終身年功制ですから、40年ですよ。だって40年に1回しか入れ替わらないでしょ。だってみんな40年いるわけだから。全員入れ替わるのには40年かかる。で、どうかな、多分今どうですかね、ガーファ型の会社っていうのは多分ターンオーバー 10% 超えてるんじゃないかな。だからそうすると 10% でも10年でみんな入れ替わっちゃうんですよね、平均で言っちゃうと。20% は5年で入れ替わります。多様性、開放性、流動性、で当然制度は多元、もう極端に言うと一人一制度ですよね、それぞれ契約してるケースがあるから。だから非常に一元的で同質的な組織管理と、多元的で流動的で、まあ、ダイナミックな新陳代謝型の組織管理。まあだからまあ多分どうですかね、破壊的イノベーションはこっちのモデルになっちゃうんで、それ皆さんの組織は、まあ、平均値で言うと この辺かってことを考えてないです。はっきり言ってエレクトロニクスはまあかなりこっち振らなきゃもうダメですね、はっきり言って。かなりこっちですね。で組織構造も年功階層制でボトムアップで集団主義、コンセンサス重視から、相当強い個人というものがかなりその個人の裁量判断で意思決定をする。その代わりその責任も個人で取るという形にしていかないと、さっきのサッカーと野球の違いですよね。なってきます。で、事業戦略系のモデルも当然こういう改善改良自慢主義からオープンイノベーションと両機の系になってきます。で、財務運営も、まあ、かなり激しく事業ボードで入れられるということをやっていかなきゃ。で、ガバナンスもサラリーマン共同体主義のガバナンス。当然、経営トップ、経営陣も生え抜き中心というモデルから、ね、ステークホルダー主義の外部ガバナンスになって、まあ、生え抜きという概念自体が多分証明していく。ですから、まあ、みんなだって転職しちゃってるんで、ね、っていう、まあ、風になっていくってことになるんだと思います。ということで、まずこの企業レベルで、まあ、これ、社会全体が大変なんで、まずはとにかく企業を変えていかなきゃいけない。で、まず変わるのはやっぱり会から始めるリーダーだということですね。で、だからまあ、そういう意味で私はガバナンス改革をずっと言っていて、領域経営を担い得る強力なリーダーシップを作り、ダメならクビにする、こういうガバナンス構造にしないとダメですよということがずっと私が言っていることであります。で、やっぱり日本の会社弱いのは意思決定力ですね。まあ、大体経力と掛け算、意思決定と実行力の掛け算なんだけど、こっちが弱い。特に今日ずっと言ってる、あれがこれからの鮮烈な意思決定をするしなきゃいけない状況において、あれもこれもに行っちゃうんです。要はあれもこれもで足して2で割るって方向に行っちゃう。で、これは本当に、ここで間違いは会社が致命的な状況に陥ります。したがって鮮烈大胆な意思決定、だからまずは皆さんが目の前にあるって、いろんな課題ね、経営者としてもいいし、まあ、中間管理職でもいいんだけども、そこのテーマは、とにかく鮮烈なあれかこれかにしなきゃ、状況か、あれもこれもなのか、これをまず考えてください。で、私は少なくともさっきの半導体のケースは完全に間違えました。あの時、あれもこれもやっちゃったんです。ね、その従業員の思いを大事にしたい、寄り添いたい、ショックを与えたくない。加えて、ファブレスもしなきゃいけない。
このあれもこれも選んだ。その結果として一番最後迷惑を被るのは従業員です。だって事業なくなっちゃって結局リストラされてるわけですから、多くの人。なのでまずそのあれもこれもなのか、あれかこれかなのか。で、あれもこれもであれば従来型のあのすり合わせ、ボトムアップ型、コンセンサス型、調整型、これで決めていけばいいです。ほうれん草をちゃんとやってくださいってやつです。ちゃんとコンセンサス作りましょうね。みんなでちゃんと時間かけて丁寧に意思決定します。これでいいんです。ちゃんと倫理の反抗しましょうね。これでいいんです。だからあれかこれかの場合は、このアプローチは本質的には通用しません。あの情報を集めるって意味で、クロスファンクショナルチームを作るとか、そうやったらいいんですよ。やったらいいんだけど、本当にあれかこれかのシビアな意思決定はリーダーが自分で決めなきゃな。だから皆さんがビジネススクールで習ったようないろんな手法ありますよね。あの戦略論であるとか、意思決定理論とか、そういったものを駆使して、合理性に基づいて、戦略的、経済的合理性に基づいて、的確な判断をしなきゃダメです。で、かつそれを適時、手遅れになっちゃダメなんです。だから8月15日まで引っ張っちゃいけないんですよ、やっぱり。戦争のね、まあ、太平洋戦争で。これができるかどうかっていうことですね。そういうリーダーになっていってもらうってことがものすごく今大事。だから皆さん大事なんです。皆さんが、だからこれは、だから本当はリーダーだけ、別にリーダーだけじゃなくて、中間層含めてみんなこういうタイプの人であれば、それは物事スムーズに進みますよね。だってみんな心のどっかで同じことを考えるわけだから。打てば響く組織になっていくんで、だから皆さんは今の段階からこういったタイプのリーダーを目指してもらえるといいなと思います。しかしながら日本の現状はなかなかここから遠くてですね、大体日本は新入入社後、一度の転職するとトップになれません。内部昇格か外部昇格かって議論がみんな好きなんで、これ実は本質的じゃなくて、アメリカだって8割方内部昇格なんです。本当に再生的な時だけです、アメリカだって外部が出てくるのは。というような理由は反対で、急にポンと CEO でどっかの会社、特に大きな会社行ったってね、こんなもんね、権力掌握するだけで、組織掌握だけで2、3年かかっちゃって、今だけの2、3年致命傷です。だから多くの場合、アメリカなんかでも内部 CFO からとかの内部昇格なんですが、問題はそのほとんどが転職経験している。この違いなんです。で、これなんで違うのか。もう一言単純に言います。日本の経営者ってのはサラリーマンのあれの果てなんです。その会社で、生え抜きでずっと狭い世界で、社内固有のスキル、人間関係、さっき言った同質的なオペレーションのエクセレンスをずっと極めた人間の延長線上が、まあ、その上がり、究極の上がりボスが社長なんですよ。だから必然的に生え抜きになっちゃう。でもこれはもう、でもこれじゃもう今のマネジメントは通用しないです。マネジメントって立派な独立したプロフェッションです。職能です。ということは、その職能として訓練をしていくとすれば、だってその会社に社長は一人しかいないんだから、転職するでしょ、普通。ねえ。ちっちゃい会社の CFO から行って、そう考えますよね、普通。だって CFO の訓練は CFO やらなきゃできないですから。だから明らかにこの人間の作り方はこの国は間違えていました。で結局、今日ずっと議論の話は皆さん分かるように、結局何が劣化したかって言ったら、リーダーの劣化なんですよ、この国の問題は。で、リーダーが劣化した理由というのは当たり前で、だってリーダーとして成長しない、本当に鍛えられないようなプロモーションシステムを取ってきてるわけだから。でしょ？この憲法下においては、その、昔ながらのリーダー育ちましたよ。上がりポストとしてのリーダーはね、トップは。だけど、今のような環境を激変する危機がやってくる時代のリーダーは、このモデルでは基本的には滅多なことじゃ出てこないです。もう本当にもう宝くじ的確率です。で、運よく日立には、河村さんや中西さんという人が宝くじ的確率でいたんです。だからあそこでトランスフォーメーションでした。で、ちょっとあんま言いたかないけど、もう一個のちょっとハーマス賞の会社はいなかったんですよ。で、今、パナソニックはね、まあ、必死になってこれやろうです。まあ、さすがに大組織なんで、本当に探せばいるので、そういった人がリーダー層に、あるいは、樋口さんみたいにね、一回出た人に帰ってきてもらうとか、まあ、いろんなもと、だからまさにこっちの方向で、まあ、世の中をあまねく広く見れば、将来そういう資質を持ってる人は、日本人だけに限らず見ればいっぱいいますから、そういった人に入ってきてもらって、会社の中で何年かやってもらってトップになってもらうところに今パナも挑戦してきてますけど、まあ、要はこういう時代に入ってきてるわけで、ここはとにかく早くこういう構造から脱却しないと、まあ、厳しいよということです。まあ、これはね、このスライド何度見たことあると思うんですけど、まあ、これはだからますますこうだということでもう一回話をしますけど、マネジメントの基本原則っていうのはやっぱり売上とコストと利益です。これは変わりません。で、この時に、
問題はこれが人間のだから関数なんですね。売上を作るのも人間、コストも人間、利益も人間で加えて大きなトランスフォーメーションが起きてますから、野球選手とサッカー選手みたいなことが起きちゃうわけです。でこれやっぱり人間って意思と感情って不器用な生き物だから、これなかなかついていけないんですよ。でついていける、本当についていけると思う人にはついてきてもらえばいいんだけど、ついてこれない人はいるんです、現実。そこでダメな経営者は、君もサッカーで一流になれるって言っちゃうんです。これ言っちゃダメです。その人ここに行くんですよ。そう、ここで要するに合理と条理の四捨五入していかないと、実は今の時代の決定できない。リストラなんかそうでしょ。どうしても辞めてもらわない人が人が1割いる。1割の人辞めてもらうんだけど、1割の人にとってはもう 100% ですよね。会社にとって1割だけど、でこの 100% の人生がかかっている人に対して理屈は説明できないでしょ。だからそれを結局皆さんが背負うしかないわけ で、まさにその背負うような決断をしていかなきゃいけないということになるので、そういった意味で言っちゃうと、ますますもってこういうコーポレートトランスフォーメーションの時代、あるいはコーポレートトランスフォーメーションの時代やっていかなきゃいけない。だ今の現有戦略で戦略を右に左に振るっていうのは実はかなり簡単な話です。今の時代はそれではことが進みません。というのは、戦略的に正しいサッカーをやるっていう決断をした瞬間に、今野球やってる人の半分じゃいらなくなります。だからそれをつけない、手をつけないで野球選手はサッカーやったら負けますから、これ戦略機能します。今度逆に今いる組織能力に合わせて戦略を組むと、野球で頑張り続けるということになるので、今度は野球をサッカーに攻めされちゃうわけ。だから CX から逃げちゃうと、今の時代は組織は戦略に従わず、組織は戦略も組織に従わない、戦略不全になるんです。なのでこういった CX に挑戦していくってことは、すなわち相当タフで、だからさっきの最初の危機のリーダーと同じですね。安心がタフで、かつちゃんとした理念、何が本当に正しいと信じるかっていう、だって短期的にはまさにトレードオフだらけですからね。いろんな総国に対峙するわけだから、そういったものを持った経営者として、こういった時代をリードしていってもらう。で、繰り返しになりますが、今歴史的転換点に来てます。で、歴史的転換点というのは、一人のリーダーでは総理大臣だけではなし得ません。それは、まさに総合のね、あれじゃないですけど、要は、特にこれはローカル経済中心になっていくわけだから、全国つらうら、いろんな立場で経営に関わる人。その多くが新しい時代へのトランスフォーメーション。だから、社会全体のトランスフォーメーション。国のカントリートランスフォーメーションというのは CX に、1億を担うという意味でコーポレートトランスフォーメーションになって、これは大中小企業問わずですね、そういったことを今からやっていくべき時代が、必ず今来てやってきているので、ぜひとも皆さん頑張ってくださいということで、一旦私の話を終わりします。どうもご清聴ありがとうございました。